白板症とは、肉眼的に粘膜が白色を呈することを示す、臨床的用語である。主に高校外科学領域や自備因郊科学で、時に婦人科学領域などで用いられる。病理組織学的には、単に重層扁平上皮の核化異常の一つである、核化更新を起こした状態であるというに過ぎない。基底細胞の増殖、分化が関係し、基底細胞の重層化、 トゲ細胞の飛行など核化過程の異常を起こしている。多くの場合、表層の細胞はあたかも皮膚の上皮イコール表皮のように、高密度のケラチンが細胞内に蓄積し、細胞核が消失する完全な核化イコール、消核化する形での核化更新、すなわち、過小核化症を示す。しかし、粘膜の重層変平上皮の性質を保ったままの、 細胞核を失わない不完全な核化イコール錯覚化をしながら、量的には核化更新している状態、すなわち過錯覚化症であることもある。同時に上皮化結合組織には炎症性細胞浸潤を認めることが多い。これらの変化は単なる感染や時、構造の他の外的刺激に対する可逆的な反応性変化であることもあり、また不可逆的変化を起こしてはいても、 皮膚型の上皮への火星に相当する良性の変化にとどまることも多い。その場合は、個々の細胞の形態の異常イコール細胞異形や、細胞が相構造を逸脱した配列を示したり、文化勾配を喪失したりといった極性の乱れを起こすことイコール構造異形は生じていない。しかし、これらの異形を伴っている場合は、異形性や上皮内眼の結果として、 核化更新が起こり、臨床的に白板症として捉えられたことになる。良性の核化更新は異形成や上皮内癌に必須の先駆症状というわけではないが、良性の白板症に隠れている異形成や上皮内癌をスクリーニングするため、臨床的には白板症を全癌病変として扱う。ありがとうございます。